はい、ということで那覇空港に到着しました。そういった感じで BBB1 まで行きたいなと思います。はい、今外に初めて出たんですけれど、思っていたより涼しいです。風があるので涼しいですけど、やっぱり沖縄なんでかなり湿気を感じますね。南国の感じです。はい、では、ここからまずは、ユーレールに乗って赤峰駅に行きたいなと思います。はい、ということで赤峰駅に着きました。一駅なんで3分ぐらいです。ここからバスで行くんですけれども、バス停の場所は分かってないので、まずはバス停を探していきたいなというふうに思います。はい、ということで今ここですね。でこっちが那覇空港で、ビューとこれは国道、ずっとこっちに行くと糸満の方に行きます。なんで、まあ、こっちに行くバスがあればよくてですね、それが89番なんですけれど、左側の方に89と南口を降り赤峰駅前からということなので、こっちですね、南口の方行きたいと思います。バスの時刻自体も調べてないので、ここでバスに乗り換えるっていうことしか分かってないです。でさっき89ってことを知ったんで、とりあえず89に乗って、まあ、最悪無理だったらタクシーで行きたいなと思います。まあ行けるでしょう多分。これが赤峰駅で、ここですね、糸満って書いてあるんで、こっちですね、これをあっちに感じです。今あそこから降りてきたんで、今バス停が見つからないんですけど、ちょっとバス停を探していきたいなと思います。あ、全然そこにバスありました。はい、はい、ということで89、今日平日なんでこれですね、3時15分がありますね。3時15分です。これに乗っていきたいと思います。高校高野白井楽経由糸満口バス停で下します。忘れ物ないようご注意ください。はい、ちょっと風が強いかもしれないですけど、あそこが先ほど降りたところで、今この信号を渡って、このまんま、海の方に向かって歩いていきます。 Google マップによると、徒歩30分ぐらいで着けるってところだったので、まあこのまま別にタクシー乗らなくても歩いていけるようなんで、ここから、歩いていきたいなというふうに思います。はい、で沖縄のバスってスイカとかパスも使えないので現金で、沖縄専用の IC カードっぽいんですよね。なんで現金で払いました。あんまり現金持ち合わせてないんですけど、旅行の時は一応最近持つようにちゃんとしていて、現金を460円ですね。赤峰駅の方からここまで、糸満のところまで460円になります。なんで BBB 地に行かれる方はですね、460円と、あとはモノレール
230円だったかな。糸満がですね、那覇市よりも下になります。糸満市というところにあります。那覇市より下のところにありまして、那覇市内もしくは空港からですね、まあ20分から30分ぐらい、空いてれば20分ですよね、まあ、那覇市内からだと30分ぐらいかかるところにあります。まあ、なんで今日沖縄にいるかと言いますと、まあ、昨今あまり出かけることができてなくてですね、まあ、関東近辺出かけていたんですけれど、まあ、少しずつ落ち着いてきたといったところと GoTo キャンペーンも東京も対象になってきたといったところで、どこか行きたいところないかなと思ったら、やっぱりまあ沖縄だろうということで沖縄の方にやってまいりました。でいつもだと恩納村とか巨田とかあっちの方ですね、中部から北部にかけての、リゾート地の方に泊まるんですけれども、まあ、それだと面白くないのでいつもと違うほぼ那覇の周辺になるんですけれども、糸満ですね、まあ、どちらかというと南部寄りなところで、何かいいとこないかなと思って探していたら、サザンビーチホテルというビビビーチの、ところに隣接するホテルが、あって、前々から少し気になっていたので、そこを今回は予約して、泊まっていきたいなと思います。はい、と言って、だらだらと喋っている間にかなり海の方まで来たんではないかと思います。ちょうど先ほどいたあたりから10分15分ぐらいしか歩いてないですかね、来たところです。うまんじゅう市場、安そうですね。安くて新鮮なものがありそうですけれど、この国道をまた渡ってあっち側に、行きたいと思います。先ほどの交差点のところ、あっちから渡ってきました。あっちから渡ってきて、あそこに、ウマンチ市場があって、ここにですね、ビビビーチ糸満とあるので、このままこっちに行きたいと思います。どうなんですかね、かなり天気がですね、ちょっと怪しくて、滑走路びしょびしょ濡れてたんで、雨が降ったっぽいですね。夕立なのか、曇り雨なのか、天気予報だと曇りなんですよね。なんでちょっとわかんないんですけれど、なんか台風でも来てるんじゃないかっていうぐらい、かなり雲の流れが速いんですよ。わかりますかね。雲の流れがかなり速くてですね、なんか台風でも来てるんじゃないのかなっていった感じの雰囲気はあります。今のところ晴れてるんで、ですけれど、傘を持ってきてないので、ちょっとこれで夕立でもまた来られたらびしょびしょになってホテルに着くといった感じになるんで困るんですが、まあ、ちょっと雨降らないことを祈って。どうなんだろうな、降るのかな、降らないと思うんですよね。降らないことを祈ってこのまま歩いていきたいと思います。ね、かなり海沿いのところに出てきました。で奥に見えてるのがホテルになります。あそこに今日は泊まりますと。よいしょ。はい、で気を取った部屋がオーシャンビューの方の、部屋になります。テラス付きのオーシャンビューで、ユニットバスの部屋ですね。36平米とかだったかな、なんか40平米の部屋と36平米の部屋あるんですけど、まあ、40平米じゃないなと思って36平米の方にしました。ハーバービューとハーバーですね、ヨットハーバーとハーバーですね。ハーバービューと、オーシャンビューがありまして、おそらくハーバービューは、こっち側、あそこです。こっち側の面で、オーシャンビューは、向こう側、反対側ですね。あっち側が海になるんで、あっち側になるんじゃないかなと思ってます。まあ、せっかくなんで、晴れたらと思って、眺めがいいオーシャンビューの方にしました。まあ、値段1000円ぐらいしか変わらなかったんで、まあ、そこまでケチらない人であれば、オーシャンビューにしたらいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。ここが今ちょうど、糸満漁港、ですね。糸満漁港になります。あ、海が綺麗ですね。まあ、沖縄レンタカーないと結構辛いと思うんですけれど、まあ、沖縄何度も来ていて、観光地という観光地は結構行ったりしているので、まあ、ホテルにこもるってなったら、ホテルがある程度大きくって、で、ビーチが見えて、沖縄を感じられたら僕はいいかなと思っているので、まあ、レンタカーなしでホテルにこもる、4日間ほどもいいんじゃないのかなと思ってます。シンガポールに住んでるときはよくバリにこんな感じでフラッと行ってたんですけれど、日本に来ると、まあ、コロナの影響もあってフラッと海外にも行けなくなりましたし、まあ、なんせ沖縄高いんでね、全然シンガポールからバリ行くとかの方が安いんですよ。沖縄って結構高いと思うんですよね。だからワンチャングアムとかサイパンとか行った方が安いって皆さんよく言うんですけれど、本当そんな感じで沖縄はまあなかなか高いんで、まあそんな頻繁にフラットは来れないですけれど、まあせっかく来てるんでのんびりと
縄の時間を贅沢に使いたいなと思ってます。結構距離ありますね。かれこれ多分もう20分ぐらい歩いてると思うんですけど、まだあんま遠いんですよね。まだもうちょっとあるんですよ。ホテルの公式ホームページのアクセス欄でもですね、車での行き方しか書いてなくて、おそらくホテルとしても歩いてくる、バスで来る、モノレールで来るってことを想定してないんだと思ってます。最近ちょっと運動不足ですぐ疲れちゃうんですよ。昔は結構、去年とか結構歩いてたんですけどね、あのミャンマーのバガンに行って25キロぐらい一日中炎天下の中ペットボトル1本持って、歩いてたんですけれど、ちょっと今そんな元気ないですね。まあ、ちょっとかなり近づいてきたんで、このまま頑張って歩きたいと思います。こんにちは。さあ、どんな部屋か。ということで、無事ホテルに着きました。僕らですね、ホテルの方の散策をちょっと行ってみたいと思います。レストランで飲んでみましょう。はい、やっぱ風が強いですね、今日は。綺麗なやっぱりホテルですね。はい、これでここら辺も全て営業して終わったんですけれど、最後までご覧いただきありがとうございます。僕のチャンネルでは旅行のこととか飛行機のこと、あとは海外のこととかをアップしているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をして次回の動画も楽しみにしていてください。またインスタグラムの方ではよりプライベートな様子やリアルタイムな旅行の様子をアップしています。フォローしてチェックしてみてください。さらにさらに海外旅行のお得情報、お役立ち情報を公式ブログにまとめていますので、そちらも概要欄からチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。